どうもココリャ TV でーす。こういう登場です。今日こういう登場の仕方をしたということはですね、ビヨヨンビヨヨン、はい、こちらですね、ホットピング、ホッピングのサイトをね、見てくださった方はやたら目にかける、見かけるものがあるんじゃないかと思います。それが魔法のパンツ、はい、魔法のパンツというね、まあネーミングでですね、ホッピングでもとっても今多分一番売れ筋なんじゃないかっていうぐらいのね、デニムのシリーズがあるんですけれども、まあ、なぜ魔法かと言いますと、とにかく伸びる、そしてとってもスタイルアップしてくれるという魔法のパンツなんですね。で、私まあ正直硬いスキニーパンツとかが好きで、そういうちょっとレギンスっぽいデニムパンツっていうのはあんまり好きじゃなかったんですけれども、今回ホッピングの撮影の際にですね、一足ちょっと履いたところ、めちゃくちゃ履き心地もいいし、本当にスタイルアップして、かつ伸びがいいので、とても伸縮性があって、めちゃくちゃ動きやすくて、本当に魔法のパンツだなと思いまして、なんとそれでそのまま2足ゲットしてしまいました。でね、こちらのね、黒いデニムとかもそうなんですけど、まあ本当に見て、よく伸びるんですよ。ビヨヨン。なんかね、デニムの生地自体はとってもね、しっかりした黒い生地なんですけど、本当にね、伸びがいいです。なので伸縮性がとっても良くて、サイトでもですね、なんかいろいろとね、なんか柔軟のポーズをしていたりとか、開脚してたりとか、そういったちょっと面白いような写真も載ってるんですけど、私もね、ついついやってみたくなっちゃったっていう感じで、いろいろとね、なんか足上げてみたりとか、本当にね、伸縮性あるし、美脚効果ありです。よく伸びます。なので私結構基本デニムとかはですね、まあ M サイズとかそういったものが多かったんですけど、魔法のパンツは S サイズ、はい、履いてます。黒と、まあ今履いているこの青いやつね。ということで、ホッピングの魔法パンツ、皆さんもぜひ一度履いて試してみてほしいと思います。で、ホッピングとコーコのコラボ企画のセブンデイズコーディネートの中でも履いているデニムのスカートなんかもね、魔法のパンツ素材なので、とっても伸びが良くて伸縮性があるスカートになっているので、それもよかったらチェックしてみてくださいって思います。パンツだけではなくて、それデニムスカートも実はちょいちょい出てたりするので、その辺もちょっとチェックしてみてください。ということで、ホッピングの魔法のパンツは本当に魔法のパンツなのかを検証してみました。ということで、アニョン、リアヨン。韓国情報だったり、韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったり、グルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。